はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。はい、こちらね、前回ご紹介したあのさつまいもですか。さつまいもほとんどかじってませんよね。最初にかじったっきりね、ほとんどこうやってそのまま放置状態ですね。これはちょっと外れでございました。結局ね、一晩経ってなくなってるかなと思ったらね、ほとんど残ってましたね。はい、といったわけでね、本日はねこちらですね、こちらをいただきましょう。はい、これね、こっちだよ、こっち。お、早速行きましたね。もうカジ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 してますね。おいでおいで、おいで、ほら、ほらほらほら、ほらほらほら、まだいっぱいあるからね。はいはいはい、はい、みんなでカジカジしておくれ。そっち向いたらちょっとわかんないよね。そうそう、カジ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 。あれ？もう終わりかな？まずいぞ。こっち向いて。気持ちいい。気持ちいい。こっち向いて。気持ちいい。そうそう。気持ちいい。そうそうそう、飽きちゃうかな、かじってくれないかな。おー、来た来た。おー幸せそうな顔でかじってるのかな。ただ太ってるだけかな、この子ね。おお、かじるかじるかじる。けどすぐ飽きちゃいますよね、これね。困ったな。そのまま与えるとそこまではかじってくれませんよね。それでは一回ね、これ回収しますね。回収。よいしょ。どっか持ってた子もいるかな。回収します。新たにこちらあげてみましょうか、これね。はい。全く同じだですけど、どうかな。もう一個開けてみましょうか。はい、こちらね、こちら、はい、こちらも。はい、どうです。はい、こっちこっち。なんか食いつきが違うような気がしませんよね。もう一つあげようか。はい、こっちある。こっちこっちこっち。
まだあるよ、まだね。こっちもある。こっちもある。割とね、かじってくれてますよね、さっきほどに比べて。全然違いますよね。いいでしょう、これ。はい。とりあえずね、本日ご紹介したのはこちらですね、こちら。こちらを与えてましたね、パパイヤビッツっていうものでね、歯の伸びすぎ防止にかじり器ですね。楽しくかじって歯の伸びすぎ防止にって書いてありますけど、こちらを与えてたんですよね。それでなぜここまでねかじるようになったかと言いますとね、実はですね、ちょっと貸してね、この穴の中にね、チーズを仕込んだんですよね、チーズ。何でしょうか、食いつきが悪いとね、まずいんで、前もってね、チーズを仕込んだものも用意してたんですよね、これ。これ、いいでしょう、これね。まあ、中に入れれないものもあるんですけどね、まあ、無理やり押し込めばね、入ると思うんで、いいかと思いますよ。一応中のものをね食べたいんで、カジ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 してね出そうとしてますけど、歯のね伸びすぎ防止にもなってるのかなと思っておりますね、これ。はい、といったわけでね、本日はパパイヤビッツをご紹介いたしました。食いつきが悪い場合はね、中に何かおやつを仕込めばね、こうやってかじるようになってくれますよ。はい、といったわけでね、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさようなら、さようなら、さようなら。